います。はい。山口さん、おめでとうございます。ありがとうございます。はい。昨年宮島で開催されると聞いてから、まあ、できたらね、選ばれたいなっていうのがありまして、と思ってはいましたけれども、実際選ばれて本当嬉しいの一言で、本当投票してくれたファンの皆様にお礼を言いたいです。はい、はい、前県日の夜、新聞発表の前の日ですかね、新聞記者の方がおめでとうって声かけてくださって、そこでちょっと初めて知りました。はい、そうですね、ウキウキ、まあ、心ここにあらず、まあ、そんな成績になってるわけではないんですけど、レースにはしっかり集中してるんですけどね。はい、そうですね、まあ、全く僕には縁のないレースだったので、よくインタビューとか受けて、投票してくださったファンの方のために頑張りますっていうことを言ってたので、でも実際こう選ばれるとそういう言葉が出るんだなっていうのをね、初めて実感しました。ありがとうございます。はい、帰ったらね、したいと思います。中間発表はですね、公式の発表 は人数50人ですかね、あたりまでしか出てなくて、宮島の YouTube チャンネルだと、もう少し60位ぐらいまでのところにが映ってて、そこにちょこっと名前が出てたんです。はい、でもあと一歩、あと一歩っていう感じで。そうですね、はい。はい、ドリーム1号店になったらどうしようかとドキドキしてましたけど。そうですね、2日終わりまして、ちょっと乗りにくさがあるんですけれども、足自体はそんなに悪くはないので、しっかりねプロペラを合わせて、僕らしいレースができるような仕上がりにしていきたいなと思ってます。はい、今節は残り5日間ですか、まあ、しっかりとねレースに集中して頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。あれ、勝ち釜ってなんか決めポーズがあったんだったですか。思い思いのものやってもらう、その人らしいポーズが。あ、そうですか。あ、分かりました。前回ってどうですか。前回なんか被り物して、カーブつながり、ね、今日はい、はい、たった今この赤の前に立ったなんかしてましたよね。はい、あ、じゃあガッツポーズでいかせてください。はい、勝ち釜、ありがとうございます。